平成の大合併で増加したひらがなやカタカナの市町村、さいたま市やつくば市など大規模自治体もひらがなになるようになってきました。そんな中思いついたのがこの説。その名もひらがなかカタカナの市町村全47都道府県に存在する説。それでは行ってみましょう。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。